どうも、基本一人です。5月の末にですね、2週間、タイに旅行に行ってきます。ということでですね、今回はですね、タイに旅行に行ってる時にですね、この2つのね、タッパーをですね、バックパックの中に入れて、小さなね、小物はね、全部収納してます。で、まあ旅行に帰ってきた後にこちらに入れて、まあ要するに保存していくわけですね。で、行くのがですね、大体、1年に1回だけ1ヶ月、旅行に行きますんで、まあ、1年間こちらに保管してあります。で、これだけだとね、保管しきれないんで、追加でこちらのタッパーウェアと。この3つでですね、要するに、旅行の、荷物の小さなものですね、それをね、保存してありますね。ということで、この中のね、中身をね、紹介しながらですね、いらないものもね、やっぱりあると思うんですね。ですので、断捨離をしつつですね、どんな旅行の小物を持っていくかっていうのもね、紹介してみようかなという感じですね。それではやってきますね。これは必要ですね。パスポート用の写真。あとメモ帳類ですけど、これね、日記が、過去の日記なんでちょっと捨てられませんね。この辺は持ってきます。あ、トランプが出てきました。昔はね、よくね、これ暇つぶし用に持ってったんですけどね、最近は、スマホとかタブレットがあるんで、これは捨てましょう。やめ、捨てます。磁石。これは使いますね。これは捨てましょう。これは壊れた財布そのまま置いてあるから捨てます。これはメモ帳で、あとお金類ですね。これ過去使ったお金類をちょっと置いときます。インドネシアと、マレーシア。今度マレーシアのお金持ってって、タイのお金に変えちゃおうかな、いい加減に。あとこれはドル紙幣の細かいやつですね。1ドルとか5ドルばっかりです。あとこれね、プラグ変換ですね。日本のコンセントがそのまま使えないようなところもありますんでね。特にマレーシアとかインドネシア行くときは持ってきましたね。タイはね、必要ないです。多分これ持ってきません。けどまあ捨てませんけど。あと裁縫の道具ですね。こういうのはね、割と役に立ちますね。鼻毛切り。これはね、家の方に持ってきます。これはもういいです。あ、なんかこういう電池ですね。これ捨てます。これはちょっと暗証番号が書いてあるから捨てれない。カッター類、紐、ろうそく、これは捨てますね。次はね、こっちだけでね、こっちはね、割と比較的、使うものが多いかな。これ、アイマスクですね。暗いと、暗くして寝るときのための。この辺ね、悩ましいな。これは、あんまり使わないんだけど、持ってくってやつなんですね。これはですね、いろいろ暗証番号だとか、連絡先が書いてあるやつですね。あと、パスポート入れ。カバー。あと、パスポートなくした時の写真とかも持ち歩いてますね。あと、メモ帳。こういう小さなメモがね、割と旅行中ね、いいんですよね。これももちろん使います。では、開けちゃおうか。あんまり、この中は使うもの多いかな。マスク使えますね。この辺も、パスポートのコピーとか。まあ、これはいらないですね。ガイドブックのコピー。前回の。ああ、こういうのもいらませんね。ピマーイのチケット。ああ、これはタイの小銭。あとドル、バーツ。バーツは入ってないけど、円。円は入ってないだろう。あ、これにバーツが入ってましたね。はい。じゃあドルに何が入ってるかな。これにはドルが入ってる。はい。石鹸、これね、だいぶ捨てたと思うんですけども、どうしようかな。これまだ置いとこう。というか、
捨てるならタイで捨てますね、持ってって。今回ね、割と、あ、これね、ウェットティッシュ。これも一応、捨てるならタイの旅行行った後。これはね、蚊が寄ってこないクリームですね。これタイのやつですけど、50円ぐらいで売ってるんですね、コンビニで向こう行くと。これはね、もちろん使いますね。あとこれは使います、紙。これ湯沸かしですね。これ大好きな小物。これ使ってます。これも使ってますね。こういうのがね、意外と使えるんですよね。スプーン結構ね、今ねタイはコンビニなんかのね、お弁当なんかもね、あったりするからね、そういう時の絵に、買った時に、取ってありますね。この辺はいいか。洗剤はこれ使えますね。去年の使った分。ほとんど捨てるものがないね、こっちの。結構捨ててるのかもしれないね、無意識に断捨離。こう旅行から帰ってきた時は。これはですね、腰に巻くベルトですね。これに現金をね、こう巻いて、こちらが前ですね、こっちが後ろみたいな感じで腰に巻きます。使いますね。これ一番重要なパスポートですね。使います。パスポートのコピーが入ってる。この辺捨てれそうですね。この書類ですね。前回のお金を両替した時のレシートとか捨てれます。アイマスクね、だいぶ古くなったんで、これ捨てましょう。さっきあったからね。あとこれ首に巻く枕ですね。空気で膨らませて。でこれ前回使った財布です。これはもちろん使えますね。でこの中に、旅行に使う小物類のちょっと、複雑なものが全部入ってますけど、これも捨てれません。袋類、これはね、パッケージ、しおりが入ってるね。この辺はまず、家で使いましょう。いいしおりだね。これはコーヒー飲むとこのやつ。あまり捨てるものがなかったとはなかったかな。思ったよりないですね。遺跡のね、入った時の入場のチケットですね。あとこれガイドブックの、去年のガイドブックのコピーですね。あとこれは両替した時のレシート。もうこの辺は捨てて。昔から持ってきた鏡ですけどね、こんなのほとんど使ったことないんですね。捨てます。これは家に持ってきます。壊れた財布がなぜか旅行中に使ってた。これ捨てます。睡眠電池捨てます。この辺ボロボロで捨てて、このトランプっていうのがね、なかなか捨てれなかったですね。今回捨てましょう。あ、割とあのですね、旅行の時、結構無意識にね、ちゃんと断捨離してるような感じだったのかもしれません。まあでもこれだけゴミが出てきました。僕がね、旅行行くときですね、なんでこのタッパー2つ持っていくかっていうことなんですけども、これはね、ドミトリー対策ですね。ドミトリーってね、どういうホテルかっていうとですね、要するにベッドを貸してくれる、あとは、セキュリティにね、問題が、それだけだとありますんでですね、ロッカーを貸してくれるんですね。で、自分の専用スペースはね、ベッドと、貴重品を預けるロッカーしかないという感じですね。その分ですね、共有スペースにソファーだとかですね、くつろげるスペースもありますけども、まあそちらはね、まあみんなで使うっていう感じで、なってますんで、まあ専用スペースは、貴重品を入れるロッカーと、ベッドだけという状況においてですね、まずこちらの一方をですね、貴重品とかね、あまり使わないものをね、入れて保管しておきますね。そしてよく使うものをこちらに入れて、これを要するにベッドの方に持ってきますね。もしくは、専用、
まあ、スペースでね、共有スペースの方に持ち歩きますね。そんでは、中のものをね、こう、ベッドにとかにばらまいてたらですね、収拾つかなくなっちゃうんで、まあ、とにかく、なるべくこの中にこう放り込んでいくっていうね、感じで、管理してますね。ということでね、すごくね、こういう、タッパーってね、もちろん、中のものもですね、壊すことがなくてですね、保管できるんでね、すごくね、重宝してますね。ということで、最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。今回はね、ちょっと断捨離としてはですね、非常に捨てるもの少なかったですけれども、まあちょっとね、旅行がね、1ヶ月後でね、すごく僕自身はもうすごく楽しみにしてるんでね、まあなんかこんな動画もね、ちょっと撮ってみましたということで、ありがとうございました。